はい、POG2024 から25社内オーナーズクラブ、追い分けファーム募集場全頭チェックということでねやっていきたいと思います。総発注でご追います、まあ、お分けファームさんの募集場が9と、まあ、G1 レーシングのさらにあまりとかね、ま,あ、まだ生産頭数が、ね、さほど多くない追い分けファームさんなんでね、まあ、オーナーズに出てくる馬も、他の2牧場と比べると、まあ、少なめ、控えめということになってますが、 やっぱねここも、あのー、なんだかんだ社代グループ、まあ、そしてねそこら辺のノウハウが、ね、ある程度こう降りてくればね、まあ、今後他、他かの牧場と比べたら勝っていく、大きくなってくくんじゃないかなということでね頑張っていってもらいたいところなんですけども、まあ、というわけで募集番号265番リバースシンキングの22牝馬、父ブリックスモルタル母の父ディープブリアンテ募集価格1500万円で見本の中立9車 出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が17歳。えっ、ー、と、祖母のスタンドオンエンドは JRA7 章そこそこの活躍馬ですが、まあ、ちょっとね、あのー、近親の活躍馬、重症入着クラス以上となるといないということでね、まあ、なかなかこれだけ、それだけでもね、狙いづらいところ。まあと、かだても、まぁ、あ、美の若手としてはね、まあ、最初ちょっと目立ちましたが、 まだね、あの、若手の中ではという息は出ていないのかなということでね、POG 的にはまだこれからというふうにはなってしまうと思われます。まあ、そして募集番号266番、アルマユリトの22、ボバ、父、ルバンスウェーブ、母の父、ヨハネスブルグ、募集価格2000万円で、日本の田村安久社、出産時の母の年齢が7歳、母出産時の祖母の年齢が11歳、 祖母の兄にスプリングステークス3着のマイネル・イエーガーということでね、まあ、近親の活躍場、一応4親党以内ということになるといてしまうんだけれども、まあ言うてね、あの皐月賞トライアル3着とはいえぐらいの感じのね、あのそこそこの活躍場なんでね、まあ、父、ルヴァンスレーブってことで、ま母の父を見てもまあダート路線ってことにはなるでしょうが、まあ、その中ではどこまでやれるかなということになってくると思います。 そして募集番号267番スマイルワールドの22品番父スワーブリチャード母の父キングカメハメハ募集価格1200万円で美保の辻急社出産時の母の年齢が6歳母出産時の祖母の年齢が18歳後ルックトワイスはメグロ記念の勝ち馬で、えー、といとこのディバインフォースはステイヤーズ・ステークスを勝っていますということでまあどう見てもステイヤー品系万世ステイヤーかなみたいな印象の品系でねまあスワーブリチャード3区は走っているしまあ ある程度ね、活躍するかな、芝向きかなってところはあるんだけれども、まあそしてね、母は祖母高齢出産、このね、スマイルワールドどからの分子がどうなるかっていうのもかなり気がかりという点、まあちょっと狙いづらいのかなという気はしております。まあ、そして募集番号268番、西の藤娘の22、インバ、父サングレーザー、 母の父キ,キング系ヘイロー。募集価格1200万円で美保の堀内9社。出産時の母の年齢が19歳。母出産時の祖母の年齢が14歳。お母さんは新潟2歳ステークス2着の活躍場で、祖母ブランドアートはフラワーカップの勝ち馬。お母さんもね、おばあさんも、まあ、POG 期間内の活躍場ですけどね。出産時の母の年齢19、母出産時の祖母の年齢14、それぞれ高齢出産というあたり、 これもね、POG 的には非常に狙いづらいかなという気はしてしまうところです。まあ、ただね、サングレイザー3区っていうのは、まあ、なかなかね、あの、こんだけの数ですけれども、それがね、オーナーズに入ってきたっていうあたり、まあ、この父の3区から狙うんだったら、これが一番、まあ、育成環境も含めていいのかなということにはなってくると思います。まあ、そしてですね、269番、ハイヤーアップシスの22、牝馬。 父、ミスターメロディ、母の父、ダノンシャンティ、募集価格1400万円で見本無等級者。出産時の母の年齢が8歳、母、出産時の祖母の年齢が14歳。四神等以内にはね、活躍馬がいないということになります。さらに遡ると、エルハーブあたりが出てくるんですが、ミスターメロディ、ダノンシャンティ、まあ、超短距離馬というようなね、あの、配合にもなってますし、POG 的にはね、あの、狙いづらいタイプの 距離まあ、2歳夏に出てくるようであれば、まあ、そこの、ね、夏の,、ね、あの暇つぶしというかその辺を踏まえてワンチャンというぐらいになってしまうと思いますそして募集番号270番「ユアメモリー e m o r y の22「母」「父4 w i l l d r i 母の父シンボリクリスエース」募集価格1800万円で日本の池,池上正和9社出産時の母の年齢が11歳母出産時の祖母の年齢が13歳 おじ、お母さんのお兄さんに一箇所を買ったソング・オブ・ウィンド。まあ、3歳秋を席巻したと言えるような血統の、ね、ソング・オブ・ウィンドの老い。ということでね、まあ、未知の輸入手法は4ウィールドライブ、なかなか社内系でね、今のところこうチェックしてても名前を目にしませんが、まあ、その可能性を探るって意味でもね、ある程度の注目はしておきたいなというふうに思っています。そして募集番号271番、クイーン・オブ・ザシーズの21、 えっと、牝馬ですね。父、リアルしている母の父、ノベリスト、募集価格1400万円で、立党森田9社。出産時の母の年齢が6歳、母、出産時の祖母の年齢が11歳。祖母のレジネッタは大花賞馬、オークスでも3着に来ています。ただね、レジネッタ3区は、まあ、みんな条件止まり。まあ、それでもね、レジネッタの3区っていうのが、まあ、初期にね、ボバが多かったこともあってね、この馬のお姉さんが、 発語に当たるんですね。で、その2番号。まあ、語の頻波っていうと、ちょっとこう、それだけでマイナス要素になったりしますから、まあ、レジネッタの孫、名品の孫は走るというパターンの試してみる中では、これが最初の例ということになるんでね、まあ、森田旧社もそこそここう、目立つ結果、ラブカンプしかり、いろいろ短距離場を中心にね、目立つ結果を出してきた旧社ですから、まあ、ある程度期待はしておきたいと思います。 そして募集番号272番。ベル・ジョワー,ーズの22。金馬。父・リオンディーズ。母の父・ネオユニバース。募集価格1400万円で。一等小林旧社。出産時の母の年齢が11歳。母出産時の祖母の年齢が7歳。おば、お母さんの妹に中日新聞杯を買った佐藤のガーネット。まあ、やや晩成の決闘ですけどね。お母さんも22戦2勝と、まあ、22戦、社大グループの仕上げで走れただけにですね。 まあ多分丈夫な決闘で、まあリアルバ主シさんとしてはこういうのでコンスタントにたくさん走ってくれるというのもありがたいんじゃないかというふうには思いますが、POG 的にはね、ちょっと晩成すぎるかなという気はしてしまいます。何しろね、ポイント加算があるのは大体オークスまでですからね、まあちょっとそこまでっていう,うに完成しきってポイントを稼ぐという感じではないかもしれません。そして募集番号273番、ハイディリーの22、ヒンバ、父モズアスカット、母の父アグネスタキオン、 募集価格1400万円で、立党小崎急車出産時の母の年齢13歳、母出産時の祖母の年齢が9歳。四親党以内にね、活躍馬がいないけどまあ、品系を遡るとね、これもルハーブとか出てくるんですけどね、まあ、ちょっとなかなか狙いづらい。まあ、IDD とね、だから、えっ、ー、と、ね、今回出てきた、ハイヤーアプシス。このあたりがね、大体同品系でね、まあ、そんな感じの結果の出し方となってるんで、 ちょっと厳しいかなっていう気がしますね。ま、それでもね。面白い品系のね。まあ馬もいたりするんでね。追い分けファーム g1 レーシングのね。チェックもこの後入りますが、まあしっかり見ていきたいと思います。以上、ハッチでした。